近づいてもらって、もう取り戻せない、すごーい。どうですか、めちゃくちゃちっちゃくなりました。ちっちゃくなったね。フェイスラインは全然違いますし、そうでしょう、まあ、横をねさっきちょっと詰めたので、はい、この幅が細くなった感じがすごい出てるね。次は縦も詰めるし、もっとお肉なくしていきますね、ちょっと変顔になっちゃいますけど大丈夫ですか。大丈夫です、いつも変顔で。あ、すごいお肉入れる、お肉入れる。でも顎はすごいとんがったよね。そうです ね、本当に刺さるぐらい。一回ちょっとお肉をほぐしたので縦をちょっと詰めますね。はい、抜いてもらって、じゃあ息吸ってください、吐いてください。じゃあもう一回吸ってください。はい、どうでしょうか。あー、縦もすごい、縦詰まったけど、この辺ちょっと丸くなった感じがします。確かに確かに、詰めたのでここにあったお肉がここに来て丸くなったんですよ。へー、怖い。今ですね、骨格的にこっちよりこっちの左の方が骨格が出てるんですね。はい、あ、そうなんですね、はい、なので今ちょっと こっちに詰めたんですね。へー、サギちゃんは今こうまつげ、まつげか、まつげがちょっと色がマスカラの色が黒じゃないんです。黒じゃないやつ。それはどこのやつなんですか。これは RMK っていうところで、 RMK? RMK、はい、はい、オレンジと茶色、オレンジと茶色混ざった感じで、うん、なんか目を開いてると分かんないけど、つむると色がなんか分かるから、はいはい、かわいいよね。嬉しいです、うん、黒だと毛ばくなるんですよ。毛ばくなる、はい、あ、そうなんだ。女の子はそうやって考えるとね、楽しいよね、いろいろと変われる部分があるんで、はい、あ、確かにそれは楽しいです ね。じゃあ、さきちゃんが一番気にしているところをちょっとやっていきますね。お願いします。大丈夫ですか。はい、はい、痛いね、これね。痛い。筋肉ですか、脂肪ですか。これ筋肉ですね。ちょっと無言になっちゃうと思って、ね。メイクはどのぐらい時間かかるんですか。でも私結構時間かかります。30分とか。30分、はい、髪の毛別で、別ですね、あ、顔だけでね、はい、楽しめる部分もあるけど、結構時間かかることもいっぱいあるよね、はい、いっぱいありますね。ね、家でなんかストレッチしたりとか、はい、足マッサージしたりとかね、はい、保湿のためにクリーム塗ったりとかね、うんうん、時間足りないよね。出かけるまでがもうドタバタです。見てみたいな。いやー、もうダメです。さきちゃんのが朝みたいなね。いやー、すごい大変ですよ、本当に。朝起きると何します、ルーティーンとして。まず、何だろうな、水を飲む。あ、水飲むんだね、やっぱり、うんうん、顔洗って顔洗ってスキンケアして、朝ごはん食べて。朝ごはん食べるんですね。あ、食べますね。あ、でも大したものじゃない。ヨーグルトとかそういうもの、ヨーグルト。で、その後に化粧して、うんうん、髪の毛巻いて、メイクしてから髪の毛なんですね。あ、はい、そうです。あ、だいたい女の子ってそうなのかな。どうなんですかね。結構、うん、お泊まりとかしてると、うん、メイクしてからの方が、いや、多い多いですね。あ、そっかそっか。髪の毛やった後より、うん、メイクした後に髪の毛やった方が、うん、メイクに合わせて髪も変えれるし。なるほど。髪の毛決めちゃうと、もうそれによって感じしか無理じゃないですか。なんかそっち、どんだけ顔見てるかってことだね。そうね。髪の毛も含めたら、はい、1時間ぐらいはかかるってこと。あ、かかります。大事な日とかは、うん、お風呂も入るので朝、うん、2時間前からもう、そうです、2時間前から入り、ね、あの起きてやります、うんうん、で撮影とかってさ、結構早い時があったり、遠かったりとかすると、はいはい、えらいことだね。5時起きとか、5時起きとかだよね。夜は、夜でも最近は頑張って早く寝るようにしてます。12時ぐらいには。あ、寝るようにしてる。はい、睡眠足りてないと肌荒れるって言うよね。すごい気づいて最近。ちょっとなんか昔とは違うぞっていうのが、もう取り戻せないんだから。こんな感じで
で、ちょっと目もいきます。目もつぶっていただいて。あーすごーい、うん、これだいぶ詰まったね。そうですね。じゃあ最後ちょっと仕上げにさらに引き締めていきますね。はい、からどうですか。すごーい、 目がつり上がって、がったキュッキュッてなってね。本当ですね、うん、だけたるんでるんだやっぱり右の方がちょっとお肉があるんで、はい、やっぱり右の方がちょっとね、同じことやっちゃうと上がりがね、うん、キュッキュッとな感じですね。うん、お肉が全然違う、はい、肉が違うし、うん、あと目もすごい上がったし、パッチリしたし、パッチリしたね。ありがとうございました。ありがとうございます。どうだったでしょうか。あ、でもめちゃくちゃすっきりした。すっきりして鏡見てびっくりしました。めちゃちっちゃくなった。本当ですか。だって同じ位置ここだよ。ほら。本当ですか。うん、え、俺こんな差あった？さっきこんな差あったかな。いやめちゃほら同じ位置だからね。遠近法なしでほら。本当そうなんだよ。ツナの人はもう体のまあ整体師の人とかね、はい、話してもやっぱりツナの人はすぐ変わりやすいというか治りやすいというか。ツナは何でもツナは一番だよね。そうですね。フェイスラインがすごい変わってきました。うん、面白い。だからお肉も。なんかさっきはなくなったね。シュッとしたね。うん。化粧のりどうでした？あ、でもすごい、うん、なんか良くて、うんうん、チークもいらないぐらい結構もいいし。でもチークいらない。してないもんね。あ、もう本当ほぼしてなくて。してない。何メイクした？下地塗って。下地塗って。ファンデは塗ってないです。なくてなのにすごい結構よく。口紅は塗ってます。あ、唇塗った。おー、ノーメイクでもいけるけど、ね、いや、それはないです。ノーメイクでもいけるけど、ね、いや、ありがとうございますエイジハックのセルケアは裏切らない、はい。